どうもめぐみさん、あの弁当1個食べたんですけどちょっと足りなかったからもう1個食べますよね。あのミニストップで買ったパルメザンチーズのミートドリア、これもニュー新発売っていうか、ミートドリア食べますよ。せっかく食べるから、またあのビデオクリエイターチャンピオンシップのこのパイルドカードの件についてちょっと話をしながらちょっといただきます。でもどうしよう、これちょっとしかないから、こんだけしかないからすぐ食べ、いい香り、すぐ食べ終わっちゃうから多分ほとんど話できないと思うんですけど、でもね、やっぱめぐみさんさすがだね。いただきます。さすがだと思いました、本当に。だってさ、用意したパイルドカードが、うん、すぐ盛り上がるもん、そっちの方が間違いないもん。普通にさ選ばれててもさ、なんだこいつはとなるわけじゃないですか。登録者も全然いないしね、編集の仕方もわからないしさ、協力してくれる仲間もいないし、あの手品もできないし、お猿さんも飼ってないしさお猿さんも飼ってないしみたいな、うん、それをもね、敗者復活パイドカード枠で世論山学校キズマ出そうと、さすがですね。普段はああいうですよ、こういうのにはマヨネーズバーってかけるんだけど、あの人の家に行ってさ、勝手にさ、人の家じゃないですよ、人の動画のとこ行って勝手にこうマヨネーズかけたりしたらね、許可もなく、何もない勝手にこのマヨネーズを人の動画のとこでこれかけて食ってんのこのやっぱりやろうって喧嘩になっちゃうから、喧嘩あんまり好きじゃないから、いいか、できる限り仲良くしたい、うん、みんなとはできる限り仲良くしたいから、うん、美味しいね、やっぱね、美味しいね。たくさん美味しいご飯食べると、あのよく聞こえるから、朝占いやるから、朝は、うん、その占いのためにも美味しいご飯たくさん食べないといけないから、まあ、8月25日はあれですよ、予定空けてありますよ、予定空けてありますよ、ちゃんと。もう他の日曜日はもう全部ダメだから、8月25日だけはもうちゃんと靴履いて、靴履いて出かける余裕はできて、本当にもうそれだけは。もうごちそうさまでした。ああ美味しかったね。あとのパイルドカードの件についてはあのあれです、あの行こうかなってちゃんと